こんにちは、えー。今回、旋回記念です。旋回記念です、えー。いつもご視聴ありがとうございます。えー、エンパズはチーム構成とパズルの、えー、両車輪のゲームだと考えています。えー、最近はこのパズルで相手を倒すってのが難しくなってきたなぁと思っていますが、はい、では行きます。 こうスキルで戦うゲームになっちゃいましたよね最近は、えー、では、えー、左で左で、えー、紫が欲しいですとりあえずここ行きましょうか何、えー、とか左に左に、えー、紫が欲しいですあんまり良くない手ですけどえっ、ー、とではここ行きましょうか えー、あんまり良くないですけどここ行きましょうかもうちょっと盤面に紫貯めてから行きたかったんですけどね、えー、ではフェラントの、えー、カウンターと、えー、クランパスの挑発、えー、どっちも嫌だなと考えてクランパスに対してオニクスを当ててからさらにマナを貯めまして、えー、ベラでミニオンの壁を張り えー、今はクランパスは挑発を発動できないさらにこちらはベラを発動できた、えー、クランパスに当てていきましょうかはいえー、なんとかクランパスに当てながら、えー、盤面整理をして紫を近づけて一旦リガルドで回復しておいて えー、さらに紫を消してマナーをためてはいそれではえー、一旦遊びでここ行きましょうか、えー、相手のアルフライクのスキル発動も見えてきました、えー、カウンターよりもカウンターよりも え回避が恐ろしいなと思っていますでは相手のアルフライクに対してオニクスを当ててそれではえマインドレスアタックを放ちうまいこと3体に聞いてくれましたねではではここはもうここはもうえ緑ダイヤいきまして。 えー、それでは、えー、相手の相手のアルフライクのマナーを空っぽにしたい、えー、ここ行きましょうか、えー、さらにさらに、えー、そろそろ盤面に紫がもうちょっと欲しい、えー、あんまりアルフライクを刺激したくないですけどここ行きましょうか ではベラでミニオンの壁を張りえー、あと一歩あと一歩何かが足りない気がする、えー、紫を近づけるためにここ行きましてはいそれではそれでは、えー、これでマナーを貯めましてマナーを貯めましてあついでにビビカ行けましたね え相手のアルフライクにとどめを刺します。とどめを刺します。えー、こちら紫単色なので、えー、紫以外はカウンター食らって構わないと考えて、えー、今はカウンターを受けて構わないと思っています。えー、紫以外の玉でカウンターを受けても構わないと考えて、えー、どん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 今玉を当てていってます。 えー、いい具合に空打ちができるので、これでマナ貯めまして。それでは、それでは、えー、回避が発動していますけれども、えー、ここはもう、えー、カリレンに対して、えー、1まで溜まっているオニクスを当てて、えー、さらに回復をしておいて、えー、変容してから、 え紫を消して。ベラでミニオンの壁を張り、これで勝ちですかね。はい、戦回記念、なんとか勝つことができました。ちなみにですけどね、ちなみにですけれどもね、えっと、グロランが45位、グロラン45位。えっと、見てみましょうかね。 えっと、グローランが、えー、45位、45位ですね。ロカランが、ロカランが、2位、2位、しい、えー、はい、ありがとうございました。